AD 藤本の自転車乗りまへんか。寒さにも強風にも負けずサイクリストたちが頑張っております。タイミングできた奇跡、はい、ということでね、今回の動画、大阪は堺市で行われている堺山クリテレムに来ております。この堺山クリテジュニア強化レースっていうね、若い世代を強化するためのレースと、もう一つスポーツっていうカテゴリーがあるんですけども、そこにフォーカスを当てて皆様にいろいろお伝えしていこうと思っております。特に以前出ていただいた和樹さんですよ、はい、スポーツカテゴリーで優勝するって言ったんで、その辺もねしっかりと追っかけていきたいと思います。それ以外にもね、あの有力選手いっぱいいると思うんで、その辺もお伝えして走りなどもお見せできたらと思います。では早速行きましょう。自転車乗りまへんか。今日は YouTube の配信もあるからしっかりええとこ見せろよ。 AD 藤本さん、いらんこと言うな。俺は YouTuber が大嫌いよ。調子に乗らすな、こいつら。調子に乗らすなよ。しっかり走ってもうて、怪我なく帰ってもらいたいんで、それが願いです。うん、はい、今行われてるレースなんですけども、こちらのレースがジュニア強化レース、というレースになっております。まあ、ジュニア名の通り、その高校生以下になるのかなの、まあ、強化レース、だからレースなんですけど練習も兼ねてるレースとなっております。頑張れー。うわー、やっぱ迫力あるなこれ、すげえな。ジュニアって言ってもめっちゃ速いですよ、みんな。むしろね、ジュニア、うわーすごいな。トレーニングやから、はい、ゴールはどうでもええわけ、はい、道中で、道中後ろのやつはちぎったりちぎったり、こういう平坦のレースで後ろ切るの厳しいんだけど、はい、それでも俺が振り切ったる振り切ったるっていう合図に言ってくれるやつだ、ね、今5人ぐらいが先頭集団ですよね。そうそう、でも後ろも一生懸命追ってるわけやから、はい、あ、追ってるやつらもよう見といたって、はい、僕みたいな腰巾着はあの後ろの集団の中にいたがるんですけど、そんなんはあかんのか。そんなんはな、クズ野郎や。そんなやつはクソ野郎や。それは戦略の一つでそういうのはあんねんけど、もちろんですね。でもここはさっきもスタート前言ったけど、トレーニングする場所、はい、なるほど。離れ立って頭上げてまっすぐ踏んでたら、それでトレーニングになるから。なるほど、うん、その将来のオリンピック選手だったり、世界で活躍する、ね、選手が生まれるかもしれないですもんね、ここから。だから昔な、はい、ここで一緒に写真撮ったこの坊主がな、はい、今なんか競輪選手になってな、結構上位で走ってんの、えらいみんな立派になってるな、あれでな。これも、はい、ああ監督の腕、そうそう、もうここからオリンピック選手が出たり、競輪選手が出たり、プロのロード選手が出たり、はい、それはみんな頑張って、本人も頑張ってんやろうけど、はい、大元はこれな。自転車乗りまへんか。松田壮太郎選手、ジュニア強化レースの関東賞、これは1位取ったというよりも、この安原監督が見てて目立ってたとか、光ってたものがある選手が呼ばれてます。今今日もよく頑張りました。良かったです。なんかあの赤いヘルメットのやつおったか、赤いヘルメットかぶってたやつ。僕じゃないですか。じゃあもう一人おったやろ、赤い、うん、お前やろ、お前良かったで、赤いヘルメットな。行きます、行きます、もう一回行きます、行きます、行きます、行きます。今の世代どうですか、この、まあ、長年見てこられたじゃないですか。だいたいみんなな、すごいっす、積極的に強いやつがおる時でも、インターハイで優勝するようなやつが来てる時でも、そうじゃない時でも、レースはみんな積極的にやってくれるんで、はい、スタート前に行けよって言ったら行ってくれるし、はい、だからこの気持ちを忘れてほしくないんだ。よし、ええとこ見せたろって、よし、後ろちぎったろっていう気持ちをずっと持ってほしい。ひょっとしたら10年後、オリンピックで見るかもしれないですね。さっきのキッズたちが出てくる、出てくる、必ずや、ここから。だからそれは全国でいろんなことをやってるやろうけど、はい、必ずやここから出てくる。この堺山から山世界へ出ると。自転車乗りまへんか。まもなく始まる、堺山クリテリウムのスポーツというカテゴリーですね。で、以前取材させていただいた和樹さん、はい、覚えてます？オルトレ乗ってる方ですわ、はい、和樹さんが、そのレースに出ます。で、あの動画内でね、優勝しますということを言ってたんで、今回その優勝するところをね、しっかりこの目に焼き付けようということでここに来ております。いけそうですか？いやいや、全然、昨日、扁桃腺破裂してもうて、頑張ります。あの、保険用にだけは絡んでくださいよ、はい、頑張ります。あれ、山田サイクルの山田君ですよ。もっと、僕が働いてたこの社長ですわ。
うお、ちょ、ジャンボ出るからさ、もうはい、スタートしました。お、いますいます、和樹さんいますね。まあ最初のせ、まあ、先頭から約10名ぐらいのところですね、ピンクのジャージ。え、山田くん頑張ってる。まあ、山田くんでエッセイって言うんですけど、山田エッセイって言うんですけど、山田サイクルセンターの山田ですわ。お、いけるんちゃうん自分。監督、山田サイクルの山田って知ってます？5代目社長です。社長かい。はい、昔一緒に働いてたんですよ。えらい差あげられてるわ向こう社長でこっち安物の YouTuber や向こう社長でお前えらい差だってモデルは。自転車乗りまへんか。参加者が多い場合、あえてうちの選手が前固めてちょっと一列にします。それでやっぱりガバッとなると前が固まる。そうすると詰まって落車の原因になっていくんで、そこそこ人数が絞れるまでは次の連中が相手前を引いて一列にしておく。ちょっとこう一列縦長の状態にしてるんですね。やっぱりそういう風にやってるから安全ということで参加者は増えてきてくれるのがね。スタート前もこういろいろミーティングすんねんけど、あの参加者の人に分かってることがレースになったみたいなできるようになるから、スタート前にガンと言うとかんと言うと、あって思い出してくれるから、ちょっと興奮しちゃってますしね。そうそうそう、レースとなるとやっぱついていくのに必死になるから、ついていくのに必死になるのはええねんけど、やっぱ頭上げとかんと10人前でこけた時に対応できんねん。自転車乗りまへんか。和樹さんどこ行ったかな。あ、いた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 、おいおい頑張ってくれ。まあ、でも体調まで言ってましたからね。今トップが5名いて、で、そのうちの最初の一人がそのさっきから言ってる山田エッセイ、まあ、以下エッセイです。はい、あ、ジャンが鳴った、ジャンが鳴った、ジャンが鳴った、ラスト1周、ラスト1周、最終周回入っていきました。ロングスプリントでついていけたら、あーでもだいぶあの白の先頭の選手強い。トップですね、トップですね。ここで第1位のフィニッシュ。そこで渡辺美大輝と133番の山田エッセイ。惜しいなおい。てか和樹どこ行ったよお前どこ行ったお前。自転車乗りまへんか。スポーツカテゴリーですね。で、AD 藤本が追っかけてた、和樹さん。ちょっとほんま、すいません。ちょっとすいません。何してんすか。はい、ボロボロでした。ちょっと、あれ、まあ最初はね、結構、まあ、集団にいてって感じで、途中からだん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 こう、そうですね、ちょっと埋めんのに足使いすぎて、終わっていきましたね。中盤ぐらいで。で、どうですか次は。次は来月、もちろん。またスポーツで位置を狙って、位置を狙って、頑張ります。次こそ頼ますよ。わかりました。今月ちょっと必死に頑張りますまたよろしくお願いいたします。はい、ではスポーツカテゴリーで見事優勝された玉木さんに来ていただいております。お疲れ様でした。ありがとうございます。見事優勝おめでとうございます。はい、やっと苦節3年です。あ、初優勝。初優勝です、スポーツカテゴリーは。で、肝心なね、マシーンも見せてほしいんですけど、こちら、ラピエールのエアコード。はい、エアコードの SL アルティメイトですね。なるほど。特徴というか、まあ一応とりあえずポンプは9100、一つ前の9100で全部組み上げて、で、平坦しか走らんので、フロントが53。はい。で、リアがトップが12、はい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 、ゴールが25。なるほどね。なんで、ほぼ全部刻みですね。おお。あとは、まあ、ホイールが、まあ、レーザーですね。これ一見クリケとかで戦うならディープホイールの方が良さそうな気がするんですけど、僕は逆にクリテリウムなので、はい、立ち上がり、あ、なるほど、の剛性が欲しいので、はい、まあ、ディープリム持ったんですけど、ディープリムだとやっぱ横剛性が弱いんで、はい、でレーゼロって皆さん知っての通り剛性の塊なんで、そうですね多分クリテリウムって最高速度そんな出ないやんか。なるほど、コーナーコーナーコーナーって感じですよね。よくても45キロか50キロなんで、はい、ただディープリムもって考えると僕も今考え改めてきました、はい、確かにそんなにいらないなっていう。そうだったらクリテリウムだったらもうレーゼロで、ね、そう、いや、いや、もう簡単にイメージで言っちゃってました。次は金太郎でまた一番上の表彰台取れるようにですね。はい、昇進していきます。はい、頑張ってください。ありがとうございます。自転車乗りまへんか。はい、ということで今回は、スポーツカテゴリーと、ジュニア強化レースってのを追っかけてみました。でね、また今後もね、こういういろんな
大会であったりイベントってのを、どんどん追っかけていきたいと思うんで、興味ある方もしくは次も見たいという方、それ以外の方も全員チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では恒例のオチいきたいと思います。加速せよ、今回も謎かけいきます。ジュニア強化レースとかけまして、熱気球、あの球体の中と解きます。この心は期待でいっぱいです。うん、ちょうどシーンとしたわ。なんじゃこれ。